長藩の戦いを経て、後北条の協力を得た討伐軍、これにより戦力が大きく増すとともに、この時代での後ろ盾を得ることができた。しかし全ての勢力が味方に回ったわけではない。半兵衛らのもとに再び織田軍の情報がもたらされ、本能寺に大軍が集い奪起を待ち受けているという。その中には魔王織田信長の姿があり、さらに戦界の猛将復帰も参陣しているという。激戦を予感させる布陣、出撃の名乗りを上げたのは北条氏康と孫策だった。魔王織田信長、戦界の猛将復帰。この戦いなかなか厳しいものになりそうですね。時間を超えてきた奴らがここまで戦いっぱなしだったろうからな。ここは俺らが一肌脱ぐとするか。よっしゃ、魔王と仙人が相手な、そこはねえ、熱い戦いを楽しもうぜ。ここまで兵を集めて狐狩りの支度か。出せねえよ、こっちは未来を背負ってるんでな。参ります。よっしゃ、任せるよ。魔王も仙人も俺が相手してやるぜ。強じよぞ。あれがダッキに協力する者たちか。彼らは聖火じゃか。お首もらった。ここまでか。撤退せよ。敵将撃ち取ったぜ。この身朽ちるまで戦う所存。次引くしかないようだな。その首叩いた。今だ、かかれ。さすがですな、将兵らの士気も高まりましょう。我が魂、今こそ披露せん。ヤッホー、オートレッサー。くれ、くれ、いくぜ。くれ、くれ、くれ、ざるを得ぬか。敵将撃ち取ったぜ。
ここまでよ。ケイケイ、虎の子は虎ってやつかい。うりゃ、急ぐとしよう。相模の獅子に獲物を狩り尽くされんうちにな。待たせたな、打ち出す、サク、行くぜ。冒頭の虎がこれより加勢しよう。行くぜ。おやじ、来てくれたんだな。一段と冴えておいでですな。こんな場所に大量の火薬が、火がつけば凄まじい火災となりそうだな。よし、今だ、撃て。いかん、ここで鉄砲を使っては。なんと凄まじい火星、このままでは。信長様、ご無事ですか。そろそろ頃合いじゃない。自分の目で見極めるとするか。やっほー、もうこれさ。すでにここまで火の手が。申し訳ございません、信長様。はいはい、私はここまで。見事、やはり人の子は強い。これならば託せよ。まだ足りぬ、さらに強じようぞ。参ります。はっ、抜かれません。我が魂、今こそ披露せん。やや、ゆかれます。人間をすべて敵に回す。やっ、ダッキと共に見る地獄は楽しい。ハンベ、俺たち未来で見てきたんですよね。楽しむどころじゃない、地獄ってやつを。だからここは地獄じゃない、地獄を抜け出す道の途中ですよ。遅えぞ、孫権。どこで油を売ってやがった。すまんな、宇治安。だが獲物はまだまだ残っているようだ。チャリメーだ、残しておいたんだよ。では始めるとするか。虎と獅子の狩りを。
あなたたちが見ているもの、興味あるの？我が魂、今こそ披露せん。ここまでよ。ヘイヘイ、敵将討ち取っちゃったよ。ウヌラの真意、信長に示す。教えてあげる。はるか先を見、これが戦だよ。ふう、やれやれ、終わったかい。よっしゃ、熱い戦いだったよな。はい、終了、俺たちの勝ちって。話はかぐやのジョーちゃんから聞いたな。うん、想像以上に事態が広がっておったわ。ダッキーに何か考えがあるらしいんだが、いまいち信用できねえ。で、だ、そろそろ俺ら君主同士、手を結んでもいいんじゃねえのか。なんかあった時、人間同士で争ってちゃ対処できねえからな。よかろう。まずは信長と氏康、孫を結ぼうぞ。けどよ、すんげえ火のつき方だったな、親父。あれ、親父がやったのか。いや、事故のようなものだが、光秀殿には無用な怪我を負わせてしまった。火薬さえなければ光秀殿も仲間となってくれただろうにな。剣心公と信玄公を相手に勝利できたとは、感動でこの身が打ち震えるぞ。兼続殿と雪村殿の活躍、お見事でした。これで職に向かうことができるでしょう。だが趙雲殿、油断は禁物だ。静ヶ岳には義軍の影があった。その本体が姿を見せないのは不気味だ。そうですね、追撃される可能性は高いでしょう。本能寺が燃えちまった理由なんだけどよ、親父の策ってわけじゃねえみてえだ。事故みてえなもんらしいぜ。置かれてた火薬に火がついたとかなんとか。そう、あの時の火薬は。お、やっぱりなんか知ってんのか。そうね、私の過去に戻るといいわ。光秀を地獄から救えるかもしれない。氏康殿、お耳に入れたき情報が。うん、あんまり近づくなら。てめえの顔は迫力満点なんだからよ。え、なんだ。はあ、風魔小太郎が受信城を制圧したと。忍びが城を制圧だ。ったく、お化けの考えることはわからねえ。主たる氏康殿にもわからぬと。ああ、言っとくがな、俺は奴の主人じゃねえ。契約なのさ、臆病なガキとお化けのな。まあ、この世界に来てその契約も白紙みてえだが。はあ、ま、行くしかねえが。呼ばれてるみてえだからな。両党に見慣れぬ建物が出現したらしい。そこで何者かが戦っているという話だ。
幼者の影響でまたどこかの世界が融合したのかもしれん。なんなら早く行ってあげないと。きっとその子不安がってるはずだよ。清盛が動いているとの噂は確かに急いだ方がよかろう。てぇ暴れまくってそいつ助けてやりましょう。傭兵館のあたりが騒がしいようじゃな。長平と合流できなんだ諸徳川の連中か。説得して仲間に加えたいところじゃが、どうも奴の気配がしおる。奴って誰なん？足の古い知り合いがじゃな。いや、まさかこんな戦場には来たるまいか。気になんねやったら遠慮しいな。うちもおっちゃんと一緒に行ったんで。ダキちゃんのこと敵やって思ってるやつらやろ。なら、うちが一発ぶちかましたる。こりゃ心強い味方じゃ。よし、逃げておったところで解決せん。奴がおれば面倒なことにはなろうが、わし自身で確かめてみるかの。暇だな、周遊。今度狩りにでも行くか。孫さん、そんなことをしている場合か。我々にはやるべきことがたくさん。へへ、小言は後だ。支度しとけよ、周遊。ここが幼者の巣の麓なのね。荒涼とした大地に流れる火の川。まさに地獄ね。炎症、あんた妖魔と共存できるなんて本当に思ってたのかい？呆れたもんだね。私の高尚な志、お前たちにはわかるまい。それにあれは妖魔どもが悪いのだ。私の高尚な志を利用して騙し、私の高尚な志を踏みにじったのだからな。貴様の高尚な志のせいで討伐軍はいらぬ苦労を強いられたのだが。そこでだ、私に名案があるのだ。聞きたいか？ならば聞かせてやろう。私が騙された直前の過去に戻り、逆に妖魔どもを騙して懲らしめるのだ。あんた一人でやったらどうだい？これは私一人の問題ではない。全ての人間の名誉に関わる問題なのだぞ。素直に物を頼むこともできるのか？ダッキ様は美女として有名なのですね。気づきませんでした。まあ渓谷の美女だしね。魔性の女の逆らえない魅力があるのよ。かぐやちゃん、あなたも素材は一級品だし、ちょっといじれば魔性の女になれるわよ。